はい、えー、本日も詰将棋ご覧いただきましてありがとうございます。今回の詰将棋13手詰めということで私はオリジナル作品でございます。それでは小葉の配置を読んでいきたいと思います。えー、ちょっと見づらくてごめんなさいね。えー、玉型1二金2二玉、えー、3二玉、えー、3二玉二馬4二馬、えー、3三歩3三歩3四飛車となっております。えー、攻め方1三歩1四飛車、えー、2四歩四 えー、3、1、金3、4、金、そして5、えー、4、3、銀ですね。そして持ち駒に銀が1枚あるという状況でございます。ちょっと見づらいので拡大しつつちょっと見ていただければなと思いますので、ぜひぜひ、えー、ごゆっくりお考えしていただければなと思います、えー。この静止画状態があと40秒ほど続きますので、えー、この間、えー、動画止めていただいても結構でございますので、じっくりお考えください。それではですね。 えー、解説の方までます備して時間ありますので、えー、この私がしゃべるパートというのは、えー、そこまで、えー、ございませんので、えー、ここではミュートをさせていただきまして、えー、ゆっくりお考えください。 はい、ということで解説ですね。えー、13手詰めです。えー、まずこれは3二金と、えー、下に折りまして、えー、同じく馬で取ります。そして1二風なるで、えー、3一玉ですかね。で、えー、2二金打ちで、同馬で、同じく、と金。で、えー、同玉、同玉、 1> えー、1一銀打ちですね。1一銀打ち。で、3一玉。3一玉。えー、4二角打ちですね。4二角打ち。4一玉。で、えー、これで罪みなんですよ。5二角打ちということで、これで王様逃げ道ないんですね。 えー、どっちの角も銀が効いてるのでい、えー、けないんですよね。で、えー、銀も効いているので3二玉とも言えることもできないということで、えー、いか詰みということになります。ということで本日はご視聴ありがとうございました。